はいどうも皆さんこんにちは。前回パート1でダイヤ振り行って村破壊した霊夢とマリサだぜ。今回は何してくんだ？今回は整地をやっていきたいと思います。作業中の第一歩と言っても過言ではない。それでそれで他の作業中の方々のプレイを少し見ていたのですが、どうやら一括破壊モッドや一括破壊データパックを入れてる方が多かったんですよね。15時間作業しちゃった。もうこのシリーズ作業中になりたいから解明した方がいいと思うんだけど。ということで今からダイヤ集めていきましょう。 X-ray リソパでリソースパックも便利な時代になったな。え？ダイヤ100個集めました。ちょっとは動画に映してくれよ。普通に私がダイヤ集めてるとこなんて誰も興味ないでしょ。ダイヤ振るって心地いいね。感覚麻痺してるってこの人。ということで簡易的な畑や装置にグロウストーンがいるらしいので取っていきたいと思います。あれ私たちはいつからネザーにいるんですかね。ということでネザーライトに将来なりたいから廃要塞見つけといてくれマリサ。見つけといたよ。あ、うん、チェストから鍛冶型見つけよう。なんかガストが狙ってくるな。雑魚が。霊夢さんネザーでは水バケツ着地できないんだよ。本能的に水バケツ着地しちゃっただけなんだって。ピグリンブルーと脳の私脳のより弱いくせになんであいつあんな強いんだよ。ただでさえ斧って最強なのにそれを敵が持っちゃうんだから特にジャバのブルートは強いんだよな。ねえ今実況者として絶対やってはいけないことしてたよ。ごめん本能的にカットしてしまった。マジ何してんだよ。ということでネザー要塞見つけました。倒しきれてませんけど。さあブレイズロット集め終えました。次はエンダーマンですね。エンダーマンじゃなくてピグリン攻撃で行きたいと思います。青森をサボるな卑怯者。ということで少し30倍速でどうぞ。それにしてもネザーって便利になったな。ほんとそうだね。青森あったらそのままエンダーマン倒せばいいし、青森なかったらピグリン攻撃でいいし、むしろ前までどうやってエンダーパール集めてたか気になる。なんと一つもハマってませんでした。さあ始まりました。ハエダタキ選手権。お前エンドラ舐めとるやろ。順調にエンドクリスタルを壊していきます。やばい初期スポ来ちゃった。戻るのにめっちゃ時間かかったんだが。まあ水バケツ着地くらいできなきゃね。さっきミスってたやつがいるなや。
私才能あると思うんですよね。自己評価しない方がいいよお前。やばいミスった。やっと。やっと倒せたよ、ここま。ごめん、エンダーマンで台無し。こいつ後で芝居解くわ。ということで、パート2で倒すことができました。ハエ叩き完了ということで、経験値をめっちゃゲットしていきましょう。一瞬で67レベル行きましたね。あとはハエの卵だけだな。ハエの卵の取り方知ってます？おいマリサ動かすなよ。ごめん手が滑った。よし取れましたね。あとはあらかじめ作っておいたネザーゲートで現世に戻りますか。無駄に準備よくて草。ということで、生え潰したところで今回はここら辺で終わりましょう。次回は食料問題解決したいな。